レンズと悪魔は、六塚光、著、数明、イラストによる日本のライトノベル、角川スニーカー文庫館。遠い星で人間たちは悪魔を刺激するようになっていた。無色透明の円盤で召喚される悪魔は大気に含まれるゴミから生まれるものである。人間は悪魔を巨体として身につけていた。6年前に、 謎の死を遂げた父チェビアトと暮らしていた、美貌の首都、ブルティエールに帰還した青年、エルバは、そこで父にまつわるトラブルに巻き込まれてしまう。父を知る少女、敵器に助けられ、彼女の博物館に誘われるが、彼女は、エルバの持つ、チェビアトの遺物の謎の円盤のことを知っているらしい。その円盤が、エルバを壮絶な戦いへと導く鍵となっていくこととなる。 で、破壊されてしまう。レンズと、悪魔1魔人覚醒2006年10月1日発売や s b n 9兆7840億4470万7071。レンズと、悪魔2魔人超量2007年2月1日発売や s b n 9兆7840億4470万7088。レンズと、悪魔3魔人。 上陸2007年6月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7095レンズと悪魔4魔人原与2007年8月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7千0 1レンズと 悪魔5魔人陥楽2007年11月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7118レンズと悪魔6魔人応募2008年2月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7125レンズと 悪魔7魔人結界2008年5月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7132レンズと悪魔8チ魔人変更2008年7月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7149レンズと悪魔9魔人号罰2008年11月29日 発売 ISBN9 兆7840億4470万7156レンズと悪魔獣魔人教先2009年4月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7170 レンズと悪魔魔人集結2009年10月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7194レンズと悪魔魔人解放2009年11月1日発売 ISBN9 兆7840億4470万7200ありがとうございます